皆さんこんにちは。カルディビのカルディです。はい、今回は、自分が遠くなったということを証明するために狙撃大戦争やっていきます。はい、やっていきたいと思います。まあね、上手くなった証拠に、ここから見せていくぜ。見とけよ。よっしゃ、頑張っていくか。よカットへ。はい、戻ってきました。じゃあ、ここから行って頑張っていきましょう。まあ、これ後々音楽つけたいと思ってるよね。ねえ、物は見ようとして。よし、じゃあ見せていこう、僕の力を。僕が革命した真の力。あ、別に中二病とかそういうわけじゃないんで。まあ、取りまん。おいな、なんだこれ。あ、曲げちまおった。狙撃大作戦なんて、SVD とかあんのかな。久しぶりに来た。前の狙撃大作戦も来てなかったんだよ。この家何に。殴りこれ、やっぱ殴りげ。そうだ、そういうもんじゃない。ここそういうとこじゃない。戦うとこじゃねえな。逃げろ。戦うとこではねえぞ。危ないぜ、死ぬのがだったぜ。逃げろ。戦えねえぞ、こんなの。死ぬかと思ったぜ。武器運がないのはいつも通りだ。そっちもいるんかいって感じ。やりやっとんの。強い強い、皆さん強いこと。これじゃないの。なんで来んの。助けられた。持ったら弾がね、頭おかしい。なんでこんなに恵まれねえんだ。弾のなさが恵まれすぎてやべえし。弾があればあんなやつやれるのに。これはどういうことだ。俺はまだ5分経ちかけているのにまだ素手だ。勝負にならんではないか。まあしょうがない。で、誰かがバカしか。もう素手で頑張ってるやつもいるっぽいな。俺も素手やな。これで見た目だけだぜ。勝てるわけない、こんな見た目だけの銃。そろそろ
それまだやってんのか。なかったら車まだ困るね。そういうのじゃないんだ。いいものがない。僕が欲しいのは銃の弾だ。君たちのことが欲しいのだ。死体ないの？さっきなんかここら辺で死体。ここに死体なんかないの？死体が欲しい。よいよいよいよ。勝てないってこれ。ほらほら、俺のうまさになるビビるだろ。いらっしゃる。無理だよ。手榴弾ってどういうことやねん。本はどうなっとんねん。全く違うやつやないかい。しょうがない。いや、今回の放送は続けて。グッバイ。